やっと着いた。これが。完全に舐めてたな。やっぱり王都っていうだけのことは、広さだけなら空剣島だってそれなりだと思うけど、あっちは畑しかないしな。すごい、こんなところがあったんだ。まずい、これは迷子になりそう。てか私もう迷子なんじゃ。ライザー、え、今誰か呼んだ？あれって…え？ボス？よかった、助かった、知ってる人に会えた。本当にライザじゃねえか。まさかと思ったが、なんでここにいるんだ。まあそれはタオに。それにしても久しぶりだね。でもよかった、あんまり変わってないみたいで。お前こそ相変わらず聞くまでもなく元気そうだ。年相応に少しは落ち着く。あはは、憎まれ口も相変わらずでよかったよ。ボスのお友達？ちょ、何言ってるんだよ。僕だよ、僕。忘れちゃったの？ひょっとしてタオなの？そうだよ、誰だと思ってたのさ。いやだって、それに声も全然違うじゃん。こいつこっちに来てから急に大きくなりやがったんだ。服装もやけにおしゃれな感じになってるし、最初誰だか分からない。ひどいなあ。もう逆にライザは一目で分かる。なあ、特におのぼり特有の動きをしてたからな。都会っぽくないからよく目立つ。なんかあんたたちの方がさらっとひどいこと言ってない？まあまあ、田舎育ちが通る道ってやつだよ。そのおかげでこうして。うん、まあね、危うく迷子になりそうだったけど。いや、それにしてもここが王都なんだね。大きすぎて上ばかり。高い建物が多いからな。見慣れればそんなこともなくなる。そうだ、せっかく来てくれたんだし。ライ、そうだな、今いるここが中央区だ。見ての通り露店なんかが数多く出ている。
さっきからずっと気になってたんだ。ちょっとロッ後にしろ。お前は夢中になると時間を忘れるからな。この町っていくつかの区画に分かれてるんだけど、他の地区はだいたいここから行けるようになってるよ。そういう町の作りのせいもあるんだろうけど、ここが一番賑やかな場所かな。他の地区も軽く巡ってみるか。迷子になられても困るからな。またそういうことを言う。でもここはおとなしく話を聞いておくことにするよ。よし、じゃあまずは北の農業区と南の職人区に行ってみようか。